か、布引き。どこやったっけ。ここやったっけ。何時やったっけな、あれ。ああ、でも9時とかやったんちゃうか。こんな浅い時間じゃないか。まあまあ行ってみましょう。どっちやったっけ。こっちちゃうわ。間違えた。こっちや。車両通行禁止午後9時、今は19時36分午後7時ですね。残念ながらここで終了です。ロープウェイは動いてますな。この先何も見えんな。この先か。帰ろう帰ろう。まあ、なんとか一本ひねり出せるぐらいの取れ高はあるでしょう。はい、さっさと帰りましょう。
場所的にはいいけどな、ここすんごい、あ、月が赤い。これうまいこと撮れてるかな。来るわけないか、車には打てないもんな、上で上で打てないもんね。難しいな、こんな撮んの。これで取れたか十分でしょう。こんなとこ止まってたらあかんねんけど、まあ夜で、車もいないということでご勘弁していただきたいと思います。いい感じの場所じゃない。じゃあ帰りましょう。十分でしょう。今日の分は十分でしょう。この夜景を、あ、ニャンコがおる。逃げる？怖い？あ、怖かったな。ごめんね。ちょっとさすがに短車怖いか、ニャンコもね。はい、じゃあ、帰りますよ。あの夜景はすごいいい感じでしたが、まあちょっとね、あんなところに泊まってたらね、あまりよろしくないね。この辺もあれやな、もう少し街灯を増やしてほしいな。夜中に来るなんてことか、こんなとこに。何もないところに来るなってことか。月が赤い。なんであんな赤いんやろ。次あれか、もっと深い時間に来て、あの先に行ってみたいな。もしくは朝来るか。朝の方がいいかな。夜来ても見えへんしね。さあ、布引き探索ですが、まあ、探索っていうかね、ただ登って降ってきただけなんですが、まあ夜景が撮れたということで、うまいこと映ってればね。しかしまあよく間違えんと曲がった無理やな。新神戸、下に新神戸の駅がありますね。これここ曲がってみる。夜やけど探索してみようか。